それでは5月30日の3問に入る前に、お知らせがございます。6月からどのように宅建合格するのか。6月から宅建合格するための3ステップということで動画でまとめました。この3つを一つ一つ順を追って実行していきましょう。そうすれば今年合格できる確率もぐんと上がります。で、この3ステップの動画についてなんですけども、この動画の最後にお知らせいたします。そして短期集中実力アップ講座の値上げまであと1日となりましたので、もし今年絶対合格したいという方は、ぜひ短期講座の受講をご検討ください。で、短期講座はこちらの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。それでは本日の3問に入ります。留置権は登記をしなくても、留置することで第三者に対抗することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、丸ですね。留置するっていうのは、物を返さずに手元に置いておくというイメージです。留置権については、登記っていうものが認められていないんですね。留置することによって、第三者に対抗することができます。なので、登記は不要だということです。これ、具体例考えるとすごくわかりやすいんですけども、時計を修理に出したけれども、代金を支払わなかった、修理代金を払わなかった場合、時計屋さんっていうのは、その時計というものを留置することができるんですね。つまり、時計屋さんっていうのは、修理してくださいって頼まれますよね。頼まれて時計を受け取ります。で、受け取って代金払わないのであれば、返しませんっていうふうに、時計を返さないで、時計屋が手元に置いておく。これができるんですね。まあ、ここにも書いてある通り、時計屋はお金払わないなら時計返さないよ。っていうふうに主張できるって話です。で、そしてその時計を譲り受けた第三者。つまり、時計を修理に出した人が第三者に売っちゃったよと。で、その第三者が時計屋さんに、私買い取ったんで、その時計、引き渡してくださいって言ったとしても、時計屋さんは、代金支払ってもらってないから、代金債権に基づいて、留置権を行使することができる。つまり、留置権を持って対抗することができる。っていうことなんですね。よって、第三者が現れたとしても、時計屋さんは第三者に対して、お金払ってもらえないから、あなたってこれ第三者のことですね。第三者にも、時計は渡さないよ。というふうに、第三者に主張できるわけです。まあ、このように具体例を使ってイメージできれば、まあ、当然ですよね。このようにイメージしながら学習するっていうのが短期講座です。短期講座の受講者様は、留置権に関するポイントの動画、別途お伝えいたしますので、そちら、受講者専用のメルマガからご確認いただければと思います。よく、無料のメルマガでもお伝えしますが、無料のメルマガっていうのは、量が少ないんですね。まあ、1日3問ぐらいしかないわけですし、その中で全てイメージしながら学習する問題かっていうのはそうではないわけです。たまにしかやっぱないんですよね。で、そうなってくると、もう問題量が全然少ないので、自分自身で過去問を解きながらイメージするってことをやっていかないといけないので、自分自身でいろんなところを調べないといけないんですね。なんで、すごく時間かかります。もし、1日1時間半とか2時間ぐらいしか勉強できないってなってくると、調べながらやっていてはおそらく今年の試験間に合いませんので、もし1時間半、2時間ぐらいしか勉強できないっていう方は、ぜひ短期講座ご検討ください。それでは問2に入ります。C が自己の所有する宅地を駐車場として整備し、賃貸を業として行う場合、当該賃貸の売買を免許を受けている D 社に依頼するとしても、C は免許を受けなければならない、丸か×かという問題です。質問されている内容は、C が免許を受けなければならない、丸か×かということなので、C さんについて考えればいいですね。で、C さんなんですけども、自己の所有する宅地を駐車場として整備して、賃貸業を行うと。まあ、こういった場合です。つまり C さんっていうのは、宅地を賃貸してるだけなんですね。まあ、貸してるだけです。賃貸する行為だけであれば、宅建業者の免許は不要です。で、この問題において C っていうのは、宅地の賃貸をしてるんですね。宅地の賃貸についても、建物の賃貸についても一緒というふうにお考えください。つまり、建物の賃貸を行う場合であったとしても、宅建業者の免許は不要です。で、こっちはすごくわかりやすいと思います。不動産投資をしているアパートのオーナーとか、あとマンションのオーナー、これをイメージしていただくと、この人たちって、宅建業の免許持っていないですよね。まあ、そういった方でも、建物の賃貸しているわけですよ。だから免許不要なんですね。で、まあ、同様に、宅地の賃貸についても、免許は不要です。考え方は一緒です。なので問題文の C は免許を受けなければならないっていうのは×になるということです。
ただ本門のような免許が必要かどうか、これを問う問題っていうのは解き方があるんですね。で、それに従って解かないと引っ掛け問題に引っかかる可能性が高いんですよ。で、その解き方については短期集中実力アップ講座でお伝えをしていきます。この考え方を知れば確実に免許の要否で1点取れますんで、1点1点着実に積み重ねていきましょう。で、続いて問い3です。公園内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては憲兵率の制限は適用されない、丸か×かという問題です。これはもう丸ですね。公園とか広場、道路、川、まあ、その他これらに類するもののうちにある建物、つまりこれらの中にある建物ですね、公園の中とか広場の中とか、まあ、道路の中とか、まあ、そういった中にある建物で特定行政庁が、まあ、特定行政庁というのは知事とか市長とか、まあ、そういったイメージです。知事とか市長ですね。これらの人が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものについては憲兵率の制限が適用されません。まあ、したがって今回の問題は正しい記述となります。まあ、これはもう覚えるだけなので覚えちゃいましょう。憲兵率の制限がないということは敷地いっぱいいっぱいに建物を建てることができるということですね。そして初めにもお伝えをした6月から宅建合格するための3ステップについて、こちらの動画をぜひ参考にしてみてください。理解学習の具体例も入れて解説しております。そして短期集中実力アップ講座の値上げまであと1日となりました。まだ今からであっても今年合格していただく自信ありますので、今年絶対合格したいという方はぜひ短期講座ご検討ください。短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レドスの小野でした。